はい、どうも、すきです。今回なんですけど、まぁ、ちょっとね、本題に入る前に、まぁ、ね、ちょっとね、あの、部屋がね、また新しくなったっていうことで、まぁ、ね、一段からね、見てくれてるね、一作目というか、あの、一本目の動画からね、まぁ、見てくれてる人は、まぁね、この部屋、まぁ、わかると思うんだけど、まぁ、ここがね、本来あの、自分の部屋で、あの、結構ね、50本ぐらい別の部屋撮ったんで、あっちがね、あの、メインルームじゃないのって思う人いるかもしれないですけど、一応ね、こっちがあの、メインルームとしてね、あの、結構撮影していくんで、まあ、理由としては、あの、うちの部屋というか、ここの部屋がクーラーがなくて、まあ、ちょっとね、あの、クソ暑い中で動画撮れないんで、別のね、部屋であの、撮影ね、させていただきましたって感じなんで、まあ、多分今日からかな、まあ、今日は涼しいからあれなんだけど、まあ、もしかしたらまた戻るかもしれないけど、多分、この感じだと、うん、まあ、今度からはもうこの部屋で撮影するかなっていう感じなんで、まあ、よろしくお願いしますということで、はい。まあね、すいません。あの、余談がね、入っちゃったんですけど、まあ、本題に入りたいと思います。まあ、ね、タイトル見てもらえば、ま、わかると思うんだけど、今回はね、あの、まあ、学生のうちにやっておいた方がいいよっていうことを、まあ、私ね、ゆずきの口からね、まあ、ちょっとお話しさせていただきたいなって思うんだけど、まあ、本当にこれは、マジで僕の意見だし、全然まあ、違うよっていう人ももちろんいると思うし、うん、全然真似してほしいとか、まあ、そういう意味合いではなくて、うん、普通に僕がめちゃくちゃ、本当にね、もう毎日レベルで思うぐらい、うわーとか、もうこれやっときゃよかったなっていうことを、いや、本当にね、後悔してる部分を、まあ、ちょっとね、お話ししていきたいかなって思うんだけど、まあ、ちょっと、とこう否定的な部分っていうか、いや、それはまあ絶対違うだろっていう部分も多分ね、お話ししていくにあたって出てくると思うんだけど、まあ、そういう部分はもうもちろんね、人それぞれみんなね、違う考えを持ってるわけだから、まあ、全然、それ自体はいいんですけど、まあ、コメント欄とかでね、いや、僕はこう思うよっていうのを、いや、こうやっといた方がいいよとかいうのを、まあ、みんなでこう意見交換みたいな感じで、コメント欄もね、使っていただけたら、嬉しいかなっていうふうに僕は思うんで、ね、ゆずきの意見全否定されてもね、それはそれでなんか宗教みたいで、ね、怖いんで、まあ、本当に、まあ、適度に本当に頭にね、ちょっと入れるぐらいで、まあ、聞いてもらえたらいいかなと思います。はい。でなんですが、まずね、まあ、一つ目というか、まあ、ざっくりま、お話ししていくんだけど、まず、一つ目、まあ、話していこうか。じゃあ、恋愛なんだよね、これ。恋愛に関しても、いきなりね、お前、ゆずきお前、で、恋愛か、みたいな、学生でね、恋愛しとけよって思うのかよって思うかもしんないんだけど、いや、これね、大学生、まあ、大学生はちょっと違うか、まあ、高校卒業して、まあ、僕みたいに、こう、学校に、まあ、そのままね、行かずに、大学生、専門学生にならずに、まあ、フリーターとか、まあ、社会人になりますよっていう人は、わかると思うんだけど、マジで出会いがない。はい、これなんだよね。いや、本当に。学生以外で逆にどうやって恋人作るのっていうぐらい出会いがないんだよね、本当に。まあ、一周回って、なんか、もうね、ほら、30とかわかんないけど、そんぐらいになって、本気で出会いを見つけたいっていう場合は、まあ、ほら、ね、場所とか、まあ、今出会い系アプリとかもあるし、まあ、別だと思うんだけど、やっぱりさ、できればそういうアプリとか使わずに、まあ、例えば、バイトとかさ、ね、なんかこう、出会いがあって、たまたま会った人と、恋愛に発展しましたみたいな方がさ、絶対いいじゃん。ね、例えば、学生で行ったら、なんかね、好きな人がいるわけで、その人とさ、やっぱりちょっと話すだけでもさ、学生って嬉しいわけじゃん。とか、そういう、恋愛が、学生、高校生、わかん、大学専門はね、僕行ってないんで、ちょっとごめんなさい、わかんないんで、まあ、行ってる人にぜひね、コメント欄で教えてほしいって感じなんだけど、まあね、でも大学生は正直ね、サークルとか、で、まあ、むしろ一番ぐらいで、一番楽しい恋愛なんじゃないかなって僕は個人的に、うん、思うかなって思うんだけど、まあまあ、それ置いといて、まあ、高校生とかなんでさ、もう一番楽しいじゃん。一番僕はね、そこで恋愛してほしいし、全力で、うん、そういうで、ね、青春を謳歌してほしい。まあ、次のテーマも、青春寄りになっちゃうんだけど、本当に恋愛をね、まずしてほしい。うん。で、なんで僕がこんなに後悔してるかって言ったら、ああいう、なんか高校生のカップルとかを見ると、もう高校生で学生でね、学校終わった後に、なんか、二人で一緒にその家に帰るとか、なんか遊びに行くとか、まあ、はたまたね、ダブルデートとかでもわかんないけどね、そういうのあったりとかっていうの、なんかね、高校とか過ぎちゃうと、大人な恋愛というか、ちょっとこう一線、ね、超えちゃうんだよね。うん。
っていうのもあって、で、あと、例えばじゃあ僕は今二十歳だけど、二十歳の人となんか高校生が好きやったら、もう人によるかもしんないけど、僕はなんかちょっと、うん、なんかあんまよろしくない関係というか、よく見えない、なんか高校生とお前付き合ってんのみたいな感じになっちゃうイメージがあるのね。わかんないけど、これ僕のね、勝手な偏見だったらごめんなさいなんだけど、僕はそういうイメージがぶっちゃけあるの。ねのもあって、でも高校生とかだったらさ、まあ、別に何も思わないじゃん。でも中学生、高校生ってあんま聞いたことないけど、まあ、あるかもしんないし、まあ、別にまあそれはそれでまあいいと思うんだけど、例えばさ、じゃあ、まあいいシチュエーションで言ったら、本当になんかね、ちょっと年上の、先輩的な人から告白されてとか、まあ、はたまたね、逆で告白して、ね、先輩めっちゃ可愛いな、みたいな。で、まあ、告白したりとか、先輩かっこいいな、で告白され、ね、したりされたりっていうの、で、年上の先輩とさ、付き合ったりとか、逆に後輩で新しく入ってきた子で、可愛いね、かっこいいとかのことを、ね、付き合ったりとか、なんかさ、そういうの、まあ、もちろん同級生もいいけど、でそういうのって、本当に僕はやってきてないから、うん、僕はまあね、知ってる人は知ってると思うけど、もう恋愛どころのね、学生生活じゃないから、もう毎日をね、生きることで必死だったんで、もう恋愛どころではないっていう感じだったんだけど、まあ、っていうのもあって、まあマジでそういう、まあ、同級生、先輩、後輩とか、ね、そういう憧れのシチュエーションっていうのは、本当に今ね、高校生の人は、いや、そんなんなんか別にいつでもできるしとか、ね、いや、俺は大人の恋愛したいんだって思う人も、もしかしたらね、このね、動画聞いてる人でいるかもしんない。でも、いやいやいや、ね、ちょっとね、ちょっとだけね、お兄さんの僕から言わせていただくと、いや、そんな大人の恋愛なんて今後ね、いっぱいできるし、まあ、ていうとまたね、いろいろまあ、やっぱ歳っていうのは食っていくもんだから、まあ、その時のやっぱ恋愛感がやっぱ変わってくるわけだが、じゃ例えば僕がね、30になった時には、いや、20歳の恋愛したいなって思うと思うし、だから僕は今20歳の状況だから、高校生の恋愛にやっぱり、戻りたいなとか、やっぱり人間ってさ、こう失ったものに憧れを感じるのかわかんないけど、ね、感じるの、多分感じるんだよ。だから僕は、すごく高校生の恋愛が羨ましいなって思うの。すごいね、高校生のね、恋愛に対して、ちょっとね、語りすぎてしまったんですけど、いや、とにかく、マジで今高校生の人は、ちょっとでもね、好きな人いるなとか、アタックしたい人がいるなって思ったら、うん、結構ね、後悔すると思うから、まあ、いや、あの時、ね、先輩と付き合っておけばよかったなとか、子とね、付き合っておけばよかったな、ね、ちょっとでもね、こう、話しておけばよかったなっていうのを、絶対後悔すると思うのよ。っていうのもあるから、もう絶対ね、恋愛できれば、もちろんしたくないっていう人は無理にはね、言わないけど、うん、ちょっと興味あるよとか、気になってる人がいるよっていう人は、ぜひ、恋愛ね、してみたら、本当に後悔のね、あの時はね、楽しい高校生だったなっていうふうに思えると思うんで、やってみてください。はい。で、まあ、次なんですけど、まあ、部活。これなんだよね。まあ、部活に関してなんだけど、部活もね、本当に、まあ、これも、まあ、恋愛と似た感じにはなっちゃうんだけど、マジで機会が本当にない。何かに熱心にこう、打ち込むっていう機会が、1ミリもなくなっちゃうんだよね。これも、大学生専門は、まあ、サークルとかあるから別としてね。僕みたいな、大学専門でもう学生終わっちゃいましたよっていう人は、本当にそういう機会がないんだよね。うん。だからそうやって、じゃあ例えばね、僕は吹奏楽部だったんだけど、小学校でね。で、中学はまあテニス部。で、高校は何もやってないっていう感じなんだけど、まあ、吹奏楽とかもさ、みんなで合わせて何かをやるとか、まあそのね、まあダンス部とか軽音楽とかもいろいろほんと部活あると思うんだけど、自分がちょっと、もちろん文化部でもいい。イラスト部とかでもいいと思うし、で、茶道部とかさ、いろいろあると思う。本当に部活っていろいろあると思うし、自分が興味あるなって思うものを絶対ね、やっておいた方がいい。で、熱中した方が、本当に、で、これも恋愛とね、ね、さっきと同じで、今、その現状中、小中高の人は、それが多分当たり前なんだよ。当たり前に部活あるし、当たり前に毎日学校に行って、女の子とも喋れるし、まあもちろん同性とね、仲いい友達とおーとか言っておはようとかいう機会って、学生しかないから、本当にこれが終わったらもうパタ、はい、もうない。もうあとはもう社会人、もうずっと社会人でもね、デスクワークわかんないね。職によるけど、ね、デスクワークカタカタとか、になっちゃうから、いやもう、
あの、機会ないから、本当に冗談抜きで、部活やっておいて、汗水流して、やっておいた方が、本当にね、あの、後悔するし、あの、先生とかの言うことって、結構ね、いや、だるいな、みたいな、なんか、ね、こいつ、またなんか言ってる、うるさいな、みたいな。ね、そんなの分かってるよ、みたいな。でも、意外とね、親とか先生とか、ね、まあ、全部言うこと聞けとは言わないけど、いや、結構ね、そういう人たちって、合ってるから言うこと。だから、もう全部聞くんじゃなくて、あ、なんか、やっぱ大人になると、こういう価値観なんのかなーとか、まあ、ちょっとでも、いや、なんか後悔しそうだったら、その後悔しそうだなって思った時点でも、行動した方が僕はね、いいのかなって思うし、でもその行動するっていうこと自体が、まあ、相当ね、難しい行為だとも思うから、無理にとは言わないけど、いや、本当に、部活もね、そういう何かに熱中したり、スポーツだったり、文化部だったり、そういうのに熱中する機会って本当にないから、僕はね、吹奏楽とか、楽器系とかね、まあもちろんスポーツも大好きだけど、そういうのがね、大好きだったから、もう今そういうみんなでやるっていう機会もね、じゃあバンドやりますって言ってもさ、そういうバンドメンバーとかいないわけじゃん。友達は別にいるけど、その友達でバンド、ね、いや俺は別に好きじゃないからとか、なっちゃうから、なかなかバンドとかも組めないし、うん。っていうのもあるから、もちろんね、これから大学行きますよっていう人は、大学とかで、まあ、サークル絶対入った方がいいし、大学もね、4年間あるんだったら、絶対そこでね、青春謳歌した方がいいと思うし、まあね、人生の夏休みなんていうぐらいだから、もう全力でね、楽しんでほしいなっていうのは思うし、うん。まあ、っていう感じで、まあ、本当に部活やっておいた方が、うん、いいですね。はい、ということで、まあ、恋愛と部活に関してね、お話しさせてもらったんだけど、まあ、主に、まあ、大きく分けたら僕が後悔してるのって、やっぱりこの二つで、この二つの共通点って何だろうって思ったら、やっぱ学生時代にしかできないことなんだよね。で、ごめんなさい。これは、本当ね、見てるね、親御さんとか、賛否両論で産んじゃうかもしれないんだけど、勉強とかって、ぶっちゃけ、やる気になれば、いつでもできるんだよ。で、僕も結構、小学校とかから、もうずっとね、英語、やりなさい。英語がね、これから大切な時代になってくるから、英語やりなさいとかいろいろ言われてたけど、結局さ、みんな同じだと思うけど、その自分がやる気になんないと、別になんかさ、人から言われてもあんま響かないじゃん。ね、でも、僕が最近すごく思ったのは、まあ、なんか毎回ね、全動画で話してしまってほんと申し訳ないんだけど、今ね、K-POP にドハマりしてて、その K-POP が好きになったから、僕は今すごく韓国語を覚えたくて、で、韓国語、誰に別に言われたわけじゃないけど、韓国語この人たちが言ってることを聞き取りたいなっていうのを思って、今ね、韓国語ね、すごい勉強してんのよ。ね、みたいに、別に大人になったら英語だろうが、英語学びたいな、ね、多分ね、ロサンゼルスとか、ね、LA とかさ、ま、ニューヨークとか、ね、その辺行ったら、きっと英語喋りたいなって思うと思うし、うん。だから韓国のやつがね、好きになったら、韓国ドラマとか見たり、ね、K-POP 好きになったりすれば、韓国語喋りたいなとか思うと思うし、やっぱりその喋りたいな、やりたいなって思った時に、うん、別にいつでもできるから、もちろんだからこれが一概にね、大正解ですってわけではないと思うし、だから僕みたいに結局勉強しなかったから、じゃあ底辺高校に行って、あんまりいいね、学生生活を送れなかったんでしょっていう風に言われちゃったら、まあそれまでではあるんだけど、うん。この件に関してもね、まあ、前お話ししたかな。まあ、勉強して、その底辺高校にね、行かない方がいいよっていうのは、まあ、取ったかは忘れちゃったけど、もしね、取ってなかったら、またね、あげたい。そのね、お話も、まあ、したいなっていうふうに思うんだけど、っていう感じで、もう本当にね、マジで後悔してほしくない。とにかく。うん。で、何度も言うけど、今学生の人たちって、これを、まあ、僕に言われたところで、あ、はいはいはい、まあ、そんな分かってるよって、まあ、でも別に俺は好きじゃないし、とか思うと思うんだけど、いざなくなると、結局思うの。だから勉強とかと同じで、その時は分かんないの。でも、その時が、こうずっと経つと、あの時やっててよかったなとか思うの。で、こんな経験僕は結構してるんだけど、みんなあるかな？昔っていうか小さい頃に、英会話だったり、ダンススクール、スイミングスクール。ね、いっぱいやっといた方が、
いや、よかったなって後悔したことないですか？僕はあるんだよね。ダンスやってればよかったなとか、ピアノやってればよかったなとか、まあ、書道やってれば字上手くなったのかなとか、すごく思うんだよ。でもそれを無理やりきっと親にやらされてたら、大人になって、あの時やってよかった、無理やりでもやっててよかったなってきっと思うんだよね。ちょっとね、話は脱線しちゃったんだけど、まあ、要するに、まあ、そういうことで、まあ、本当に、まあ、全部ね、全部が全部別にね、鵜呑みにしなくていいけど、後悔しないように、僕から、アドバイスをね、今回させていただきました。もう、何度も言うけど、今は分かんないと思う。だから、頭にね、ほんと頭の片隅に、あ、ゆずきがね、なんかこんなこと、なんか後悔してたな、みたいな。後悔してたから、でもな、自分もなんかちょっと、今気になってることあるんだよなみたいな。でもその気になってることって大人になったらもうできないのかなとか、いろいろちょっと考えてみて、だったらいや今やっとこうかなとか思って、な、今できることと別に後でもできることって、まあもちろんね、一概にはね全部一括りはできないんだけどね、だってそういう恋愛とかって別にできるわけだし、部活だって別にそういうさ、メンバーを今 SNS とかでさ集めて、じゃあね、そういうバスケとかがね好きなら、そうバスケ好きなメンバーとかでさ集めようと思えば、頑張れば別にできるわけじゃん。だから一概には言えないけど、僕はやっぱ学生っていうのにブランドを感じるなっていう風に思うんで、まあ本当にこの動画見てちょっとでもね心に響いたなっていう人は、なんかアクション起こしてみたら、うん、いいかなっていうふうに思います。はい、ということで長々とねお話ししてしまったんですが、まあ、いかがでしたでしょうか。で、最初にも言ったんですけど、まあね、僕はこんなことで後悔してるよとか、いやこれだけやっといた方がいいよとか、まあそういうね意見交換もぜひねコメント欄の方でしてもらえたらね、すごくね嬉しいなっていうふうに思うんで、ぜひぜひね後悔してることとか、いやこれやっといた方がいいよ、で逆にこれは別にいつでもできるからとか、なんかいろいろね、有益な情報とかがあったら、コメント欄に本当にお願いします。はい。ということで、もしこの動画良かったら、チャンネル登録、高評価、コメントしていただけたら嬉しいです。また、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。